をかけてサノズエンドにしてんだ。気づいてた？あ、そう。サメジエンドってしてた、名前してた。今日サノジエンド、うん、あれなんか今プチッと落としたね。今なんかお腹からプチッと落とした。なんだこれ。あれ、太りすぎだ。太りすぎ。あ、ボタンが閉まんない。ザラ、ザラのズボン。嘘だろ。太りすぎや。腹水半端ねって。どうしたらいいの。食いすぎた。腹痛い。しかもほんで、待って、今日さ土日だっけ。今日弟さんいるわ。弟さんいる今日。土曜日今日弟さん。しかも今日1回通んなきゃいけない。今日2階から行っていいのかな。2階から行ってみようか。1階からちょっと行くとさ、弟さんに会うかもしれないからさ、遭遇しちゃうから2階から行きたいな。土曜日だね。あ、先生お出迎え。まさかの今日最後だから来てくれてる。おはようございます。あ、いいですか先生。音声だけミュートに、ミュートでお願いします。音声だけハウちゃんで、すいません。ハウちゃんキンキンキン、いいですか。すいません。あー、もう最後だ今日先生。毎日来てる、毎日。うわ、もうジョイライトもついてるわ。気合入ってるよ今日。ちょっと綺麗になってるよ。え、待って待って、もうロックアイス買っちゃってる。牛乳も買っちゃってる。嘘だろ。ロックアイス3つ。うわ、菓子パン出た。うわ、お母さんいないのに蒸しパン地獄。嘘だろ、レモン丸。先生、はい、何買ったんですかこれ。朝からめっちゃ買い物してる、ね、先生。なんかまた届いてるし。ほんで T シャツ塩ビタ。あ、塩ビタ、塩ビタドリンク、うん。何の T シャツそれ。先生の。あ、届いたの、うん、早くない。はい、なんだっけ。あっち隣のロロリじゃなくて、何のやつ。 L と M サイズ買った。うん、多分これ、ね、こっちのやつ。スイカで買ったやつ。スイカ
あのサイズはね小さいんだけど、うん、あの子とかね、あ、よくないと思って。誰に？コンビニの。ああ、コンビニのふわりすにね、うん、ロリコクラブ、あのクラブじゃなんだっけ、ロリコ暮らし、ロリコ暮らしあげるんで、ね、うん、あららららら、先生お買い上げありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとトイレ行きたいわ先生、腹痛い、いいですか、ちょっと腹痛いわ、右下ライスと無料アイテムだけお願いします。右下ライス今いくつ、もうちょっとだ、1300、腹痛い、右下ナイスと無料アイテムお願いします。今日最終日です、サノジエンドです、よろしくお願いします。何も日だ、あ、一本だけじゃあ、うん、冷えたやつだったら冷えた、ね、ぬるいっすよね、それ、うん、これできます先生、はい、こんにちは、こんにちは、おはよう、おはよう、はい、ちょっと、ちょっと、おはよう、ひょっこりはんと、おはよう、おはよう、おはよう、元気だよ、おはよう、ちっちゅう、ちゅっちゅう、うん、まあね、こういうのね、ほら、つけて、ね、でおこね、はい、チュッチュ、おはようございます、うん、もうそろそろね、先生がね、出てこられるから、はい、おはようございます、はあ、起きた人だ、あれって、うん、そうね、そう、うん、ちょっとね、歯がしちゃったけどね、うん、ナイスね、ここでナイスポチッとね、押しちゃってね、うん、右にしたナイスって、よっこいよ、うん、ね、ここ、うん、ここ、こうね、うん、何時、うん、そう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 、はーい、ありがとう、今いくつかな、いいね、伸び、もう1200だからね、1300までね、
ちょっとお願いします。こんな感じ。うん、楽しい。うん、環境としてはね、涼しいからね、16度だから、ポチポチっとね。うん、あと1個でね、1300いくから。うん、眉毛もね、おじいちゃん眉よ、ちょっと1300ね。うん、来た、ありがとう。うん、誰、まあね、字枠もね、勉強枠とかさ、音楽枠とかさ、ね、1300いったね。うん、いった。休憩。うん。うんちしてる。うんち。トロトロトロって今ね、ティッシュのね、音するから。うん。そう。先生中。うん。スケジュールね、そうね。僕ね、やっぱ2時間、うん、ね、弟とさ、お見舞い行くからさ、それくらいまでだね。うん。まあね、トイレ流してから、おでこはね、かぶれてないよ、大丈夫。うん、先生来たよ。あ、すみません。はい、1300。はい。はい、あ、1300。ありがとうございます、先生。はい、1300以内者です。今日配信できない、先生。はい、疲れてたらね、凍らしておいてから。あー、ありがとうございます。トマトジュースね。はい、これぶち込んでやって。はい、ありがとうございます。あー、凍ってるわ、キンキンに。ありがとうございます。ほんでトマト、これなんで牛乳買ったんですか、先生。これ栄養のためよ。ゲリピーになっちゃうんです、これ。弱い方もいらっしゃるからね。はい、お財布のね、はい、トマトジュースをぶっ込んで、体をね、野菜取る。はい、栄養にいいんですか。そう、体にいいのよ。牛乳、牛乳ね、乳消し、乳消し。あ、涼しいわ。長袖ちょうどいいぐらい。何が届いたんですか、あとは。これ何ですか、これ。防犯用のチェーン。防犯チェーン、アマゾンで。こっち行ったんですか。ロープもあるっすね。うん、セキュリティがアップするんですか、クオリティが。セキュリティ強化月間ですね。そう泥棒が入らないように、うん、強化します。怖いですか、チェーン。何に使うか分かりません。女の子を縛るためかもしれません。ロープもあります。怖いですか、未成年の女の子が縛られるかもしれません、ここで。じゃあロックアイス溶けちゃうよ、これ。どうしよう、3つもある、これ。どうしよう、これ3つもある。どうすんの、これ。なんかいっぱい買ってきてるし、なんかこんなんなんで買ったの、これ。シナモロール、何これ、グミ、グミだって。仲間たちいっぱいいるよ、おい。何これ、食べちゃうかも。ぼったくりやん、ぼったくりやん、これ。ちょっとしか入ってないじゃん、先生、これ。うん、これしか入ってない、これ。これおまけがついてるでしょ、これ。それおまけ、これが、うん、300円するで、先生、これ。うん、グミちょこっとしか入ってないの、うん、おまけが大事なの。330円、先生、これ、うん、これね、うん、つけるの。これつけるんです、いつ。まあ今日かな、今日、うん、
で、ネジ止めがね、はい、ちょっと難しいから両面テープ頼んだよ。あ、両面テープ、うん、それで止まればね、うん、これしか入ってない、先生。そう、こっちが大事なの。これが300円、サンリオキャラクター、これしか入ってない。もったくりやん、サンリオさん。サンリオね、どこまで儲けんの。中身が大事なの、これ。これが300円ってこと、うん、これ中入ってるの、これね、うん、これ、お見せするとこれ、もっと近くで、これね、これが300円ってこと。何これ、ペンギン、ペンギンちゃん、そいる、これ、これね、サムっていうの、うん、タキシードサム、うん、何それ、わかんない、聞いたことある。でもね、これ300円だよね、お買い得よ。タキシードサムなんだ、うん、サム、これキティちゃんのやつ、うん、サンリオ、何に出てくるの、それもわかんないけど人気なんだ、うんうん、だからお買い得、サム300円、単体でだからおまけ商品なの。グリコですよ。でもグミは質感高いですね、うんうん、グミ味はいいっすね。最初にね、おまけがついたのはグリコ、うん、うん、その後は仮面ライダーシリーズ。あ、これグリコからなんだ、うん、グリコのおまけ、うん、から始まったのね。グリコは10円の頃ね。グミはね、美味しい。クオリティ高いですね、うん、フルーツの味がすごい、うん、うん、甘いものはあんまりね、うん、ちゃんとかたどってる、なんか、うん、ぶどうの味、うん、松丸ほどよい甘さ、うん、食感もいいっすね、うん、うん、グミだけで売ってほしいかも、もうちょっと安く、これだったら味がいいっすね、うん、ちょうどいい、本来のグミ、うん、もう一個買ったんですか、うん、まだいっぱいあるけどね、うん、また買ってるわ、これ。そんな美味しいですか、これ、うん、だから TKG だから、卵かけご飯みたいな味するからね、うん、好きやな、これ大好きもう3つ4つ買ってくる、これいつも。だから栄養価考えての話よ、うん、うん、全国で売ってるでしょ、多分、うん、関東だけ分かんないけど、セブンだからね、うん、これね、地味に高いです、多分。いくらだっけ、135円、うん、ちょっと高いね、高い、高級おにぎり、卵しか入ってないです、うん、先生、お団子率多くないですか、最近。なんで買うんですか、レジに置いてあるの、売ろうと思ってね。これ、残してますやん、しかもこれ、買っては残してますよ、これ、この商品、うん、なんで買うんですか、これ。まあね、3時のおやつ、そう、みたらしも、3時のおやつに、うんうん、これも食べないのに買うの、うん、蒸しパンと、まあ、あとマーガリンシュガーですね、うん、これ好きですね、先生ね、これは見たことある、食べてる、これ好きなの。卵蒸しパン食べたの見たことなくて、うん、机の上に半分残してるんですよね、食いかけ、ね、飽きちゃったのかな、うん、あんま好きじゃない、これお母さんが好きなの、うん、これもしかして病院に持ってくんですか、今日持ってかない、もう食べれない、うん、これ誰のために買ったんですか、これ。うん、誰かも食べるか、また買ってるし、これ美味しくないって言ったのに、3つもあるよ。
なんで買うかな、こんなに。先生、ボケてんのかな。ボケてる実感あります。ボケてる。もう一回買いに行くのとかさ、うん、めんどくさいから。明日まで持つから。だって消費する人がいないのに買ってもしょうがないじゃん先生これ。でもお弁当なくなってんの。弟さんあげた。あげた、うん、買いすぎ。いつも先生マジで同じのばっか買ってくんだもん。うちのおかんみたいな。なんかリピート率がすごいんだ。こういう人がいるからやっぱり商売って成り立つんだろうな。うん、うん、ただね、他のパンはあんま美味しくないの。うん、いろいろチョイスするけどさ。うん、認知症の初期だって先生これ。認知症実感あります。なんか自覚ボケてんのかな俺みたいな。うん、あるよ。あります、うん、自覚症状ありです。うん、でもね先生、あれアイテム変えたんですか。12時以降、うん、変えた。ロック解除。もうね、だからもう引退しましょう。課金引退だよ。うん、9万使っちゃったから。いつ。午前中。嘘だろ、9万。うん、あっという間になくなった。へえ、じゃあもう引退しましょう先生。持たんすわ。うん、うん、持たないよ。朝から9。え、資金ショートしちゃう。ショートしちゃうっすよそれマジで。うん、だから、だから、うん、匿名で投げた。あら、あ、今日も匿名だったんですね先生。僕にも投げてくれたんですけどね。うんうん、あれは最後よ。ね、結婚。もう引退しましょう。結婚するんだから。うん、使ってる暇ないでしょそんな。だから入れてこなかった。うん。だから数千円しか残ってない。やめましょうもう。うん、今日をもちまして、うん、佐野陽一投げ師引退します。うん、引退ね。うん、よろしくお願いします。まあ応援したい子もいるんだけどさ、はい、まあ引退だ。うん、レベルいくつになったんですか。110超えたでしょ。110だね。まだ110。うん、そんなもう満足したでしょ。120まで行くの。行かないよ。行かないでしょ。もうやめましょう。そんなさ、バカなことしないですよ。うん、みちえちゃん、サブアカから大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、みちえちゃんかわいい。え、こんなかわいいのみちえちゃんって。先生、うん、かわいいね。めちゃくちゃかわいい。かわいいっていうか、お綺麗な方ね。うん、めちゃくちゃかわいいよ。え、なんでこんなかわいい子俺のこと好きなの。みちえちゃん先生、はい、こんな可愛い子から、うんうん、大好きってやりました俺、うん、これしかも巨ニュース、うん、バックニュース、うん、やばいじゃん俺次来たこれ。うん、うん、ありがとうねみちえちゃん。どこの人なんだろうね。こういうの彼女にしたいな。かわいいわ。うん、ねえ、なんか料理も美味しそう。なんか、うんうん、怒らなそうだね。優しそうだね。あ、九州なんだみちえちゃん。九州行こうかな今度、うん、デートしに。九州楽しいよ。楽しいですか。うん、ちょっと電話ね。はい、あの誰に。携帯は見つからないから。スマホ見つかんない、うん、鳴らしましょうか。うん、鳴らしますね今。090って。ああ、うん、LINE の方。 LINE でいいよ。 LINE でいい。音鳴ってます。下置いてきちゃったんじゃないのかもしれない。ちょっと鳴らします。うん、この辺ですね下。うん、
2階の入り口。いや、トイレ行ってない。マナーモードだったら分かんないよ。入り口に置いてた？嘘。入り口のとこに何か置いてたよ。嘘。部屋の入り口？音が鳴らないんだけど。部屋の入り口？映して。入ってす。先生、はい、入り口の方だってなんか置いたって、リスナーさんが。カゴの上。先生、カゴの上。はい。あった。あ、よかったっす。リスナーさん覚えてた。すごい。なんで知ってたんだろう。ねえ、ちょっとね。外だってね。はい。やばい、全部入ってるから。はい。よく見てたな。絶対なくすと思ってたって、うん、これね、全部の取引とかの情報が入ってんの。危ないですね、うん、なくしたら、うん、有能だよね、リスナーさん。荷物開ける時に置いてたんだ。そうそうそう、忘れちゃったんですね。ボケてんですね、うん、ちょっと。うっかりさ、うっかり始め、復旧、うん、すごいよく見てるわね、うん、ありがとう。俺も全然見てなかった。マッサージ、ああね、電話ね、うん、これはもう電話打たないで。でも肩こり用だからね、はい、分かんないでしょ、運営さんも。どれが電話か、これ物がありすぎて。これをね、お返しするかどうかだったのよ。ああ、支払い方法、うん、止まってたからね。シャープアコース、うん、これ買わなくていいですよ、うん、分かった。買わなくて、3万円のスマホこじられて買おうか迷って決済の画面まで行ってた。危ないよこれ、うん、なんで買おうとするのこれ。ワンタッチで買えるけども、うんうん、誰こじったの。さらしちゃアクオスのスマホ、うん、何歳？未成年？いや、成人？成人済み。どこの人？九州？四国、愛媛。愛媛ダメだって。フォンジュースちゃん、うん、フォンジュースちゃん、うん、さらしちゃってんじゃん。フォンジュースちゃんダメだって、こじらないで、うん、自分で買って。でもね、フォンジュースちゃんの携帯見たんだ、うん、動画で、うん、だね、ガーッと落としてた。ああ、オンボロ携帯なんだ。オンボロ携帯で母子買って、母子買ってダメ。ポンジュースちゃんで、お母さんね、仕事しなくてね、うん、ポンジュースさんのバイト代で食ってんの。あら、かわいそうでしょ。かわいそうだけど、みんなもっとかわいそうな人もっといるよ先生、うん、そんなの切りないで助けたら、ね、全員助けないといけなくなっちゃうよ、うん、先生。そういうこと、野良犬と一緒なんだから。そんな野良猫とかと、だから、うん、親から離れよ。結局毒親ってことなんだよ。うん、しょうがないよそんなの、うん、親もね、自分で生きなきゃいけないよ、うんうん、環境は自分で変えないと大人なんだから、うん、いくらでも変えれるでしょ、うんうん、ダメだよ、たからないでね。これ買ったのね、うん、10万下ろさなきゃ。また買ってるやん、ネックレス。え、何ペンダント？コイン。コイン？金貨？メープルリーフ。メープルリーフって何？あの、西田さん聞いて。銀座田中オンラインショップ。10万。うん。何？メープルコインって。誰にあげるの？自分に？カナダのコイン？ちょ。何それ？価値あるの？10万円の。価値あるよ。価値はある。
金は売れるからいいの、うん、カナダのコイン、何ネックレスにすんのそれ。ネックレスがあったでしょ、24金の、うん、そのトップにつけるわけ。あ、トップに、うん、あれじゃさ、なんか金でしょ、でもやらしいからさ、コインを何24金そう、もちろん10万円だって、うん、どんぐらいの大きさなの、でかいの、こんぐらいだね、10円玉ぐらい、うん、先生とおそろになっちゃう人いるわ、うん、持ってる人いるわ、うんうん、金貨のコインつけてる人いるな、たまに、うん、じゃあちょっとなんか金遣い荒くないですか先生。ちょっと荒いね。荒いっすね。買えないとね、うん、今日もだって午前中9万いってるでしょ、うん、でコイン買ってるでしょ、金貨、うんうん、20万使ってるでしょ今日。そうだね、うん、うん、で3万円のスマホ買おうとしてるし、うん、ちょっと良くないね。良くないですよこれ、うん、あの早めにコンビニで下ろしておかないと、うん、10万だけ10万だけ下ろしに行くんですか、うんうん、え100万下ろしたんじゃないの昨日。いやあのそれはね八丁のあて、八丁のあてそれは病院で、あ病院のやつか、うん、それ使えないから、うんうん、支払いじゃ、そうそう個室だからね、うん、うん、ちょっと行ってくる。もう使いすぎだって先生。で何回行ってんすかコンビニ。2回目だよ今。2回目、うん、またコンビニ、お金下ろしてきます、なくなっちゃうよ、どんどんなくなっちゃう、そのマネーが、うん、これ病気だな、うん、セブンイレブンで毎月30万以上使うからね、うん、なくなるよマジで。板場と一緒、はい、みちえちゃんどんつく、今の私です、大好きたまりません、うわうわすごいな、おいうわめちゃくちゃ可愛いやんみちえちゃん、いいやん、これかわいいやこれ、俺と一緒ぐらいでかいんじゃないこれ、どうしたこんなでかくなった、すごいね、九州でしょ、うわーなんか飯とかなんか超大盛り持ってきそう、めっちゃ作りそう飯をねえ、めっちゃデブりそう俺も、どんだけ食うの毎日それ、ネックレスとか むちゃくちゃ長いやつじゃないと閉まっちゃう首が、うん、大盛りだべ絶対、食いすぎだって絶対糖尿でしょ、うん、そんな美味しいの九州ってご飯が、すごいよね、夏は一緒にいたらやばそうだね、うん、16度だね間違いなく、ここらすごい、うん、あ、セサちゃんね、セサちゃんです、セサちゃんもなんか俺に似てんな顔が、ちょっとなんか僕に似たようなリスナーさんばっかりだな、なんかめっちゃ似てきちゃってるな、リスナーさんも体型と顔が、なんで大きい人とかさ、僕の顔そっくりなリスナーさんばっかりなんだけど、似てくるの、なんか似てる人ばっかりなんだけど、うん、主似るね、食べちゃうんだ俺がいっぱい食べるから一緒になって、うん、ダメだよ食べたら、俺ぐらい食べたらダメだよ、病気になっちゃうよ、うん、じゃ、ナイスだけ押してよ。ルイ友の人。右下ナイス押してよ。うん。同じの食べたくない。影響されるよね。配信者の食べてるものってね。うん。ねえ。
あ、デブはカラオケうまいんだよ。みんな上手だよ。ひどなさんも上手だしね。今日ひどなさんの誕生日会だからね、みんな見てあげてね。ひどなさん、6時半からね、確か10時半までかな。新宿みんな来るから、奈々ちゃんとかナイスポチッとココラスくれねえ。 TG さんです。行くよ、みんな来るよ。まゆちゃんも来るし、奈々ちゃんも来るし、こまちくんも来るし、あと誰だろうな、ふじみちゃんでしょ。いっぱい来るよ。俺は配信ギリギリまでする。入ったらしない。交番横、うん、あ、それ言ったらあかんで、それ場所非公開やから言ったらあかんで、内緒、そこは歌舞伎町だけど場所は内緒、ダメ。うん、ダメなんだって言ったら、ちっちゃく書いてあった招待状の右下に、注意って、場所はちょっと非公開でお願いしますって。うん、そう、たくまも来んの。あれ、たくまとひどなさんって絡みあったっけ。たくま来んの。また匂わせ配信やんか。嘘でしょ。たくま来るの、まゆ来ない。あ、それが正解だね。まゆちゃん偉いね、それは。それはまゆ偉いわ、評価高いね。うん、なんでたくま来んの。タンクトップで働いてたから。10個ラスコイ、あちいちゃりやす。え、前言ってって言ってたよね。朝電話したよ、配信で。たくまいらん、2人とも来るよ。ええー、前も行くの。また絡むあるやん、絡みが。前とたくま、またこれあれやるで、閲覧取りに行くで、この2人。俺今日もあれやで、すぐ大阪戻るからね、便乗できないからね、俺洗浄されても。大阪戻るから俺、ひどなさんの誕生日会さっと顔出して運転するからね。朝からたくまが眉に電話した。たくまは閲覧が欲しいのか。眉にちょっかい出して、眉ちょろいと思われてる、たくまから。マユは距離置かなきゃダメなんだぞ、タクマと。うん、もう彼女だと思ってないんじゃない、コラちゃんのこと。閲覧取りに行ってんじゃない、タクマくんは。うん、まだ、まあすぐ好きだろうね、嫌いにはなれないだろうね、マユちゃんも。やっぱ私の方が好きなんじゃみたいな、コラにマウント取れるからね、マユちゃんも。たくま私のものみたいな、うん、プライドがあるからね、やっぱり。うん、女はそっちの方がいいんでしょ。なんか後に付き合った女の方がマウント取れるんでしょ、前の女に。そういうのあるんでしょ、女は。で、前の女がやきもち焼くんでしょ。うん、やっぱ他の女じゃ無理だったかみたいなさ、そういうのがあるんでしょ、女って。やっぱ私じゃなきゃダメかみたいな。うーん、まあそれ戻ったらあれだね、まゆちゃんも人気がどうなるかね。うん、まあ僕だったら、僕個人的なねタイプ、コラちゃんかマユちゃんって言ったら、俺はマユちゃんだね。コラちゃんよりはね、マユちゃんの方がいい女だね。うん、顔もね、レベルがね、スタイルも。うん、まあヘルペスだけどね、なんかね、性別だけど。うん、いや顔は似てないと思うよ。うん、性格は分かんねえ。
コラちゃんの性格が分かんない。なんか付き合ったら変わりそう。どんな子か分かんないんだコラちゃんって。見てないから。うん、どんな子なの。腹黒、プライド高め。うん、腹黒なの。性格悪いの。舞ちゃんも腹黒なの。うん、どさんこでしょ。北海道の女ってどうなんだろうな。いい子いるの。控えめな子がいいな俺。あんまりさ、なんか強気な子はあんま好きじゃない。うん、ドサンコはどうなん。北海道の女の子優しいの。いい女いるの北海道。毎日カニ食ってんでしょ北海道の女の子。硬いんじゃない、ガードが。え、甲殻類食ってるから毎日。いくらも食ってるし。硬いんじゃない皮膚が。どうなん、ガード硬いの。カチカチ毎日食ってんでしょ甲殻類といくら。毎日食べない。何食ってんの北海道の女の子は。毎日毎日食ってるイメージあるよ本土の人間からしたら。うん、朝昼晩イクラとカニ食ってんでしょ。食ってないの。じゃがいも食ってんのか。納豆、じゃがいも、ザンギ、雪食ってんの。冬場毎日雪食ってんの。朝積もってる雪食って仕事行くの。積もりたてのふわふわのとこだけ食って。ジャガビー、おやつジャガビー、スープカレー。ああ、雪にスープカレーかけて食ってんの。冷めたスープカレー溶けちゃうから、熱いとかき氷みたいに。スープカレージンギスカン食ってんだ。へえ。おやつはな、白い恋人ね。うわぁ。iPod でグレー聞いてね。うん。北海道の女の子、どんな女の子なの。付き合ったことないわ。どうなん、エッチなの。やることないからね、エッチ以外。何もないんでしょ。じゃがいも畑と牛しかいないんでしょ。やることないもんね。エッチなのかね。酒飲んでさ、やることないでしょ田舎だから北海道は。うん、暇なんでしょ。金持ち多いの北海道は。どうなの、金持ちいる。北海道の爆投げ師って聞いたことないんだよな。儲かってないんじゃない、賃金低いんじゃない。いないでしょ北海道。いる、北海道の大金持ちいるの。いや賃金が少ないんじゃない。安いでしょ北海道と沖縄はね、給料が。だっていないもん北海道でさ、爆投げしさん。あ、いるわ、一人いるわ、うち女の子でエステやってるわ。エステいる、ママいた一人。うん、大ママじゃない、ティンママ。エステやってるわ、旦那さん金持ち、海外旅行行ってた。うん、ツイッター見たら。
前日の爆弾してんてんさんも北海道なんだ。うん、いない、チャイナに土地買い占められてるし、北海道ゼロアンの元爆弾者てんてんも北海道。てんてんっていたっけ、てんてんさん知らんな。養分のとこも女社長も北海道なんだ。てんてんいたね。え、俺もらったことなくね、てんてん来たことなくね。養分さんね、ドナルドさんわかんねえな。いや俺来てないよ、そのてんてんさんって来てないっす。うん、ちょ右下ナイスお願いしますね。今日あんまり配信できないからナイス頼むで。1500もらっとかないとね。夜できないからさ、ナイス押しちゃって、うん、ドーベルマンさん北海道なの。夜配信できないやん、ひどんなさんの誕生日会やん。ほんでさ車で大阪帰んないといけないんだよ今日夜。夜できない、12時またぎできないんだよ。頼むで、ナイス。クリーニングは先生に任せる、18日取りに行ってもらう。うん、で送ってもらうか、レターパックいっぱいあるからこう T シャツ入れて畳んでね、それか取りに来るか。またね、またすぐ帰って来れればいいけど、こっちにだから今日帰んないと。また来るけど、そうだからナイスできないじゃん夜も。12時またぎ 9時まではできるかもしれない、8時とか夜の8時まではできるけど、それからはできないやん誕生日会。うん、ここ来てもやることあるんけ。あるよ、サムネ佐野先生、若い頃大学時代髪の毛あった時、うん、それが40年後こうなりました、ハゲちゃったよ。うん、40歳ぐらいからハゲてきてるね。でも今63歳だけど、うん、ハゲ散らかしてる今。脳天がもうハゲ、そう、もう大学の時からもうさおでこ来てるでしょ、来てんのよ、ハゲの家系なんだよ。弟さんはね、そのハゲじゃないんだけどね。うん。63歳。40からもう、あれだよ。知らない？見てない ?40 代の佐野陽一。40代でもハゲ散らかしてるよ。どれだっけな、あ、これこれこれ40代俺と同い年ぐらい来ちゃってるでしょ。40でこれ、うん、ほんでこれが大学生の時、もう来てるでしょ、おでこ来てんのよ、おでこ。うん、だからこういう人いない、今若い人でおでここれ全長入ってるからね、全長
前からタイプ、だんだん抜けていくの。40代にはもうないんだよ、脳天が。うん、本学生、学生の頃幼いでしょ、顔が。うん、顔同じ。その時の彼女が綺麗なんだよ、美人さなんだよ。置かれちゃったけどね。うん、美人さん置かれちゃった。なんかデート行くんだけど、その彼女の友達も一緒にご飯食べに行って、全部先生に出させんだって、この女。もう ATM にされて置かれちゃった。あと電話するんだけどね、この人は愛知県名古屋なんだけど、先生神奈川でしょ。電話するんだけど、通話時間がこう1時間とするじゃん。そしたら30分30分で割りかなんだって。30分繋いだらこっちからかけてつって、なんかケチなんだって。高いんだって。ほんでその時の通信料が、電話賃がね、1ヶ月で3万ぐらいかかんだって、当時。今スマホかけ放題とかあるじゃん、当時なかったでしょ、家電だから。うん、その時からもうかもられて、うん、あ、これ金目だって。うん、日本女子大学のお嬢様だって。で社長令嬢、名古屋の。別れて正解、むしり取られてるよ。うん、騙されて。イッチはしまくってたらしい、そのこと。うん、これ大学関係かな、教えてたな、出会いは。なんか言ってたな、髪の毛も教えてられちゃった。先生は東京学芸大学、東大ではないからね、東京学芸大学、大学。ポンジョね、ポンジョ。芸大っていうの、うん、芸大、東京学芸大学。頭いいんだってよ。芸大、国立、頭いいよ。